動画見ていただいてありがとうございます。57サブちゃんのガレージライブということで、今日もね、ゼファーで何をするかといったら、ここの部分がね、あのパッと見てめちゃくちゃ汚い、錆びて白く粉が吹いてると、もうチシャッと塗っていきたいと思います。それで今日使うのはこちら、タミヤのね、これラジコン用のポリカスプレーですけど、まあ、これをね使っていきたいと思います。これ650円だったかな、とりあえずここの錆を落として、色を塗って、ちょっとずつね、全体的をね綺麗にデッサンしていきたいと思います。まあそんな感じで今日はねゼファーとりあえずこのブレーキ周り、塗装しますので、どうぞご覧ください。あーす、あー、とりあえずね、このバックミラーだけ外して、あとはねマスキング、こうマスキングをしてもそのままシャーッと塗ろうかなと思ってます。はい、次にね、ちょっとサビをね落とします。これ本当はね、これもうネジ外して、すればいいんですけども、ちょっと横着仕様でとりあえず表面の汚いを落として、それで、脱脂して、それでもう塗装するという、もうシンプルなやり方で、まあ、シンプルっていうか、これはねちょっとね 手抜き感が満載なんですけど、まあそんな感じでやっていきます。これねちょっと下が来たらなるんでね、ちょっと養生します。これはね今ね水つけてます。水とりあえずね、ほこりを払ってちょっとどんな感じか一回見て、でそれからね脱脂して色塗っていこうと思ってます。養生します。こうね塗装するときはこういう際をねいつもめちゃくちゃ大切にマスキングします。これね際がね汚かったらなんか全体が汚く見えるんで、いつもねこういう際が一番神経注ぎます。マスキング完成したので、今からね脱脂して塗装していきたいと思います。おっす、いつものね、密着論違う、プレソルで脱脂します。はい、次に密着論、これでね、塗装の隙を良くします。はい、乾かしてる時をね有効利用して、ちょっとこれ磨きます。はい、タミヤ模型のポリカスプレーの PS5 番、これで塗っていきます。はい、これでね、ちょっとの間放置して、これで結局4回ぐらいね、4度塗りぐらいしようと思ってます。しばらく放置。
はい、これでね、4度塗ったんでね、あとはあ 乾くのを待って、それからマスキングを取って、見てみたいと思います。しばし放置オース。はい、塗装が乾いたんでね、今からマスキング剥がしていきます。オース。非常にね、見栄えが良くなったかなと。まあこんな感じでね、めちゃくちゃ緩いんですけどね、一箇所一箇所ピンポイントでね、磨いていって、このゼファもっとピカピカに、やっていきたいなと思ってます。まあそんな感じでね、今日もねめちゃくちゃ緩い動画に最後までお付き合いいただきありがとうございます。それでこれで多分ね、私あんまり外にも出さないし、あんまり乗らないんでね、これでまあ 2,3 年は綺麗な状態で、大丈夫かなとは思うんですけど、やっぱりね、もっと長いこと綺麗な状態で、おらそうと思うんであれば、やっぱりあの2液のウレタンの塗料で、塗装した方がいいと思います。それとやっぱりこれ外して、この塗装するとき、この若干間にね、あのパッキンのところとかもあるんでね、本当は全部外して、やるのが一番いいかと思います。というわけで本当に、今日もゆるい動画に最後までお付き合いいただきありがとうございます。まあこのような動画ですけどね、明日もガレージライフ楽しみますのでね、ゆるい動画でよろしければね、またチャンネル登録していただいて、明日もお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。それとこんなゆるい動画ですけどね、あのいいね高評価お願いします。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。57歳おっちゃんの徳島でガレージライフ楽しんでる動画でした。さようなら。あーす。